ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が4日、本拠のタイガース戦で退場処分を受けた。ジャッジ自身にとってはメジャー初めてのハプニングとなった。この日タイムリー安打を放つなどに安打していたジャッジ。7回ワンアウト、フルカウントからサワン・ホルトンの外角球を見逃したが、ブラックリー球審の判定はストライク。まさか、といった表情のジャッジは、不満を口にしながらベンチに戻ろうとしたが、それを聞いたブラックリー球審が、退場、の宣告。ブーン監督も詰め寄って抗議するも、もちろん受け入れられずにベンチに消えた。この試合の主審は外角の球にめちゃめちゃ甘い判定が多かったな。アメリカの審判はブレがひどい。球審のジャッジが気に入らなかったようだね。機械化すればいいのに相変わらずひどい。よっぽどイライラしてたんかな？珍しい。退場になったジャッジの他にも、相手タイガースの選手もストライク判定に不審そうな表情をする場面が幾度とあった。ジャッジにしても、トラウトにしても、いろいろあるな。それ思うと、大谷選手はブレイクして4年間ずっと一戦でそれなりの成績残してるよね。それってすごいことだよね。主審ごとに、若干ストライクゾーンが違っているのは、MLB の永遠の課題。ただ、両チームに同じ判定をするから、その点では一貫している。球審の判定がひどいと選球眼のいい選手は調子を崩すきっかけになる。この間の不自然なスライディング、過去のサイン盗みの噂などネガティブなイメージもありながらも、球界では人格者、紳士で通っているジャッジ。そのジャッジが審判を批判するコメントをしたようだが、これは珍しい。判定を機会したらよろしい。何百億円動いてんねんぞ。それか事後に精査して誤審なら何試合か出場停止か。球審のレベルの底上げが急務だと思う。白井さん以上にメジャーの審判はひどい。こういうシーンは見ていても興ざめするから、もはやストライク、ボールの判定はロボット判定の導入が避けられないように思う。